時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱なこの時間を明日への希望に変える番組となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。YouTube でも同時にご視聴できます。YouTube から FM ギノワン日曜日のユーズを検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、お願いします。さてさて、先週はちょっと電波障害があったようで、こちらの放送も、ね、流れなかったそうなんですよね。大変ご迷惑をおかけしました。聞いていただこうとしていただく方々、はい、本当にすみませんでした。ありがとうございます。はい、ね、あの日は au も電波障害で大変だった時ですよね。そうですね。結構長い間、なんかやっぱ影響があったんですかね、いろいろと。そうですね、結構いろいろなところに、なんか au とは関係ないところまであったみたいで。なんかあるんですかね、やっぱその帯域こう、そうですね。まあでも今こうテレワークとかこうオンライン化が進むと、そういうのも今後いっぱい出てくるのかなっていう気はしないでもないですけどね。確かにそうですよね。なんかこう帯域も渋滞してるんでしょうね。見えないところで。でも出ますよね。電波同士がこう見えないところでこう線があるんですもんね。肉眼では見えないけど。見えないけど。はい、衝突があったりとか、もう細かいところで。ありますよ。ありますあります。帯域とか周波数のところね、限りがあるでしょうしね。そうですね。なんかミッションインポッシブルでしたっけ、なんかいろいろ映画の中でその、レーザーの中を通っていってこう到着するみたいないろいろ映画がある。実際肉眼でもしそのあれですね、電波とかがこういう Wi-Fi の通信とかが全部見えたらすごいことになってるんでしょうね。すごいことになってるでしょうね。なんか動けないですよね。そう、動けないから、はい、もうめっちゃ刺さってる。刺さってますよね。確かに、はい、すごい世界ですね。はい、というわけで、はい、今週は順調に放送されていますでしょうか。はい。はい。ではですね、ここで一曲お聴きください。ミレイの Walking in My Rain です。はい、ではですね、ここで、お便りをご紹介します。はい、京都世田谷区の小鳥と一緒さんから。はい、ありがとうございます。今夜も楽しく拝聴してます。日本人がマスクに抵抗なく受け入れられたのは、コミュニケーションに目を使っているからなんです。で、欧米は口元でコミュニケーションをする文化なので、マスクに抵抗があったそうです。なので外すのも欧米は早いらしいよ。はいはいはい、お便りありがとうございます、はい、ね、その話私も聞いたことがあります。日本人はこう目元で判断するからマスクで口元外しててもいいけれども、欧米人は口元で表情を判断するからサングラスはしててもいいけれどもマスクはいいやっていう文化だったんですよね。そうですね。そうなんですかね。言われてみるとって感じですけど、目なのかな。
でもなんか目を見てますよね、なんとなく。うんうんうん。そうですよね。だから、だから女性とかの、女性はアイメイクとか、日本人はすごいいっぱい、まあ、外国のちょっとメイク事情あんまり分かんないですけど、すごくメイク誇張するじゃないですか。はいはい、まあ、まつげエクステもそうですし、うん、まあ、最近ではまつげパーマとか、はい、あの、目元をすごく気にしますよね。二重がいいとか。確かに確かに。あの、お化粧するときも一番アイメイクってね、時間かかりますしね。はい。もう、あるかも。ね、でも海外の方はじゃあ違うんですかね。だからなんかそうですね。まあ、もともと多分その、なんか欧米の人は目がパッチリしてて、結構、うんうん、なんかあんまり一重だから二重だからとか、そんな気にしないぐらい 目がパッチリしてて、うんうん、だからどうなんでしょう。まあ、口元、うん、そうですね。口元なんですかね。うん、そっか、日本人やりがいがあるのかもしれないですね。そうですね。あえの目の周りをね、はいはい、見える。うん、だからなんかもう最近は、強調するところが目しかないじゃないですか、マスクしてるから。うんうん、確かに。だからなんかすごい綺麗な人が増えましたよね、なんか。マスク人ですか、いわゆる。うん、そうですね。なんかでもちょっとこう、どういう顔してんだろうってちょっと思うときとかありますよね。ああ、確かに確かに、うん。マスク外したらもしかしたら会ったとき分かんないかもしれないですよね。うん。いや、それはもう相当いっぱいあると思いますね。特に女性は。はいはいはい。なんか男性は割とマスクしてるって言いながら若干ちょっと鼻出てたりするじゃないですか、ね。女性は結構やっぱきっちりこうされてるのって、なんかうん、そうですね。特に女性はマスクで出会った人は、あれ、はいはいはい、あれっていう、ちょっと疑問で、はい、ちゃんと考えてお化粧してますしね。どこまでいいかっていうの、はい、顔が。ね。うんうんうん。それはあると思います。はい、なんかあれみたいですね。スキー場のゲレンデで出会った人とね、街で会ったら分かんないと同じですよね。なんですか、ゲレンデは何か。ゲレンデでほら、いろいろマスクとかサングラスとか、かわいく見えるから。はいはいはい。ああ、なるほど。そういうこともあるんですね。あるんですよ。あったんですよ。なるほど、なるほど。ちょっと上の世代だったかも、中間さんより。ああ、なるほどね。です。はい。小藤さん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。またコメントいただければと思います。はい、ぜひぜひ。はい、あと、なんか最近 YouTube にもコメントいただいてるみたいですね、はい。そうですね。で、それもちょっとご紹介したいと思います。うん、東京都練馬区の浅草の辛坊さんからです。はい。これは多分、6月の放送のコメント、に対するコメントだと思うんですけど。はい。ここ数年長男長女から父の日プレゼントを送ってもらいますが、過去の自分になかった習慣です。現在の自分のプレゼントは孫への誕生祝いが中心です。これを忘れると遊んでもらえませんみたいな。辛坊さん可愛らしい方です。で素晴らしいですね、その、うん、ちゃんと長男長女さんが父の日してくれるっていうことは、うん、ね、本当ですね。父の日の、放送に対するコメントですね。そうですね。うん、はい。ね、いいですね。ちゃんと送ってくださって。本当、素晴らしいですね。ね、教育が良かったんでしょうね。ね、きっとね、辛坊さんのね、はい、優しい教育が良かったんでしょうね。でも、なんか、だんだん人間性がだんだんこう増すっていうか、優れていくと、変わってくるんですかね、うん、人って。なんか、男性によくありがちなんですけど、結構若い時は、はい、あんまりそういうの関心持たなくても、だん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 親父化していくと、うん、結構そういうのに目がいったりとかする方って多いですね。プレゼントあげるとかそういうことですか。あげるとか、まあ そうですね、その、うんうん、なんか女性は割と平均的にやるじゃないですか、そういう、はいはいはい、うんうんうん、で割と結構、まあ、母の日でも何でもそうなんですけど、ほぼ電話しないとか、うん、まあ、家に帰ってこない、はいはいはい、そうですね。そうそう、まあ、だん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 やっぱ親も何歳まで生きてるのかとか考えるようにやっぱなると、うんうんうん、
そうですね、結構この間も聞いた話ですけど、実家に帰るとあと何回会えるんだろうって思います、ね、今ありますよね。うん、確かに男性の方が年を取った方がそういうことを感じるんでしょうね。あんまりそんなに、だって実家に寄りつかないじゃないですか、男性って。そう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 です。出ちゃうとね。女性ってすごいマメだから、実家出ても連絡取ってますしね。そうです、ね。実家に電話してたりとかするけど、全然男性しないですよね。でもそれも多分、で、30後半とかになってくると変わってくるんでしょうね。そうですね。まあ、あとは、自身の子供がやっぱり成長して、うん、に、そういうことをされたら、ああ親ってこうなんだっていう気持ちを伝えるとか、なってみて初めてわかるって感じですね、まあ、あとはよくおじさんにありがちなんですけど、大体50歳ぐらいになると涙もろくなっちゃいますよねもうすぐ泣くみたいな、また泣くみたいな、どんだけ泣くんだっていうあーそっか、年齢上がると男性そうですかね。はい、もう酒飲むと泣くみたいなだんだん焼酎飲みながらもう水だけで泣くみたいなもう焼酎から酒入ってなくて水になってんのに実際語りながら泣くみたいな。誰ですかそれ、まあ、特定の人はいるかどうか分かんないですけどはい、まあ、そんなこともあります、ね、ちょっとね感受性豊かになるのかもしれないですね、はい年取るとね、男性もちょっと女性化してきますしね。そういうこともありますね。はい。はい。はい、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。じゃあもう一件、はい、これ YouTube のコメントの方ですね。はい。はい。東京都武蔵野市の、セイラさんからですね。はい。いつもありがとうございます、セイラさん。セイラさん、ありがとうございます。はい。今夜も有意義に拝聴しました。ジャズは、これもちょっと以前の放送に対するコメントなんですが、ジャズは学生時代から好きで、吉祥寺には、ジャズ喫茶が何店舗かあったので通っていました。人生に偶然は一つもないと私は思っています。佐々木さんのがん発症からシンガーへと進む道に強く共感しましたということですね。素晴らしい、ありがとうございます。6月の最終週かな、ジャズシンガーのね、佐々木みちるさんがいらしてくれた時のに対するコメントですね、はいはい、すごいですね、佐々木さんに対するコメントもいっぱいいっぱいいただいてますね。ね、いっぱいいただいてます。うん、でも、セイラさん、すごいですね。人生はすべて必然。そうですね、うん。何かご経験されたのかどうか、まあ、その辺のコメントもいただけるとですね、ここでいろいろ話題になるので、いただきたいですね。そうですね、でもなんかこう、人生ね、無駄なことってない感じがしますよね。そうですね、うん、はい、うん、なんかこう一見あまり良くないようなことであったとしても、そこから何かもらえることってありますしね。そうですね、うん、勉強したりしますしね、うんうん、なんか後から思うと、ああ、あの時のこのことがそうだったのかっていう気づかされることとかありますもんね。うんうん、あります、あります。なんかそのなんか悲しいことを経験すると、そういうことを経験した人の気持ちが分かるようになったりしますしね。そうですね、人の痛みとかね、うん、はい、ね、ちょっとセイラさんがどんな経験をしてるのか、もしよければ教えていただけると嬉しいです。そうですね、うん、でだんだんそれで男性は50歳ぐらいになるとお酒飲みながら泣くっていう、ね、全然思い出しながら、それも必然なんでしょうね。そうですね、しみじみと子供の成長とか感じたりとかしながら、子供からプレゼントもらったりとか、いいですね、結婚して泣くとかね、いいですね、バージンロード一緒に行きながら泣くとかね。泣きますよね。泣かないのかな。泣きますよ、ね。そうなんでしょうね。でも泣きますよね。なんかどういう意味で泣いてるんでしょうね。いやー、でもやっぱりこう、送り出す気持ちですかね。あー。バージンロードね。私も父親と歩きましたよ、バージンロード。そういう。あ、そうなんですね。うん。そうなんだ。そうですよ。私、教会式が夢だったんで。
バージンロードをめっちゃ長いベールを引きずって歩くっていうのが夢だったんで、あれは皇族かっていう、こう、ツッコミが入るぐらい引きずりたかったんですよね。引きずりました、皇族みたいに。皇族ほどではないですけども、引きずりました、ね。お父さんは泣いてました。その時はね、泣いてなかったんですけどね、でもなんかすごくこう、ブラジンロードで手を離して、私だけ行くじゃないですか、夫の方に。はい、その前にこう挨拶するときに、なんか、これ父親と礼したときに、その、おめでとうって言われたんですよね。それでありがとうって返したのを、なんか今でも覚えてますね。でどういう心境だったのかなんでしょうね。ね、そうですね。まあ、その日の夜はめっちゃ酔っ払ってましたけどね。でもなんかその結婚に至る、あれですよね、結婚式とかもうその辺はもう割り切ってるとは思うんですけどね、その最初に連れてきたとか紹介するって言われた時の衝撃は多分男性だったら、もし娘だったら衝撃が大きいですよね、多分。大きいですかね。いや、大きいでしょうね、多分。わかんないですね、ちょっと経験したことないんで、あれですけど、まあ、何か本当に彼女を取られたとかっていうぐらいの感覚の人も多分いますし。いますかね。どうなんですかね。うちの父親はほっとしたってすごい言われましたよ。もうこれで自分の責任が解放されるみたいに言ってました。はい、なんかどこか、まあ、ずっとやっぱりね、20歳超えても、私30超えてから結婚してますけれども、ずっとやっぱどこかで自分が保護者だみたいな思いがあったよ。なるほどね。そうでも結構深い思いがもしかしたらあったのかもしれないですね。そうですかね。なんか、そうですね。大体口も聞いてもらえないとか、顔も合わせられないとかっていう人も結構いるみたいなんで。娘さんとってことですか。あ、そうそう、その娘が、例えば、紹介するとき、彼を。彼氏がね。そうそうそう。はいはいはい。そっか、そういうパターンもありますよね、確かに。怖いお父さん。怖いですよね。怖いですよね。そっか。ちょっとお父さんに思い馳せちゃいました。はい。はい、というか。はい。じゃあ、もう一通ぐらいお便りですか。はい。もう一通ですね。これは、お便りです。千葉県の柏市在住の、どこでもサックスさんから。はい。ラジオを拝聴しました。質問をお願いします。地球の歩き方のお話、はい、海外のお話が出てきていましたが、これも前回、前々回のお話か。はい。お二人はしばらくぶりの海外はどちらに何をしに行きたいですか？ちょこっと贅沢なリゾート旅行に行きたいです、私は。似たような、っていうことなんですけど。はい。はい、どこ行きたいですかね。リゾートいいですよ。やっぱ、ね、定番のハワイとか行きたいですよね。まあ、ハワイはそうですね。やっぱり、なんか、なんとなく今の時期はやっぱり安心感はありますよね。ひとまず、ハワイは。ひとまず。ありますよね。やっぱなんかそういう南の島のイメージいいですよね。そういうところ。そうですね、今、ヨーロッパ行くのも結構、飛行機の時間もちょっとか、いろいろ事情があってかかるし。いろいろ事情があってかかりますよね。やっぱ、まあ、南の島がいいし。まあ、もっと言うとですけど、一応沖縄も国は一緒でも海外ですからね、一応。海を越えるみたいなところで、ね。でもそうですよね、沖縄いいですよね。沖縄は本当にいいと思いますね、なんか。ねえ。海も綺麗だし。ねえ、本当沖縄の皆さん、毎日リゾートで羨ましいです。いいし。多分、実際住んでたらそう思わないなと思うんですけど、多分。そっか。はい。毎日。エーサーを踊ってるわけじゃないと思います。いや、そうか。そんなに毎日お気楽に暮らしてるわけでもないですかね。毎日ゴーヤチャンプル食べてるわけでもないと思います。本当怒られちゃいますね。怒られちゃいます、ね。いろいろ考えてるって言われちゃいます。なんかでも
沖縄はあるんですよね、いろいろ。沖縄の。沖縄ね、そうそう、沖縄ちょっとなんか調べてたら、やっぱりあの、沖縄って日本の中でね、離婚率第1位を、なんか17年連続ぐらい取ってるっていうのを、ちょっとこの前、はい、ネットで見ました。でもすごいですね。どういう。すごいですよね。で、なんでですかね、なんか、なんかその理由とかもいろいろね、あの、いろんなとこに記載はありますけれども、なんかできちゃった婚が多いからとか、あとお仕事とか失業率が高いからとか、そうですよね。あとなんか、こう、沖縄文化のね、あの、まあ皆さん、のんびりしてるところとか、親戚とか皆さんがね、こう助けてくれるっていうので、もしかしたらこう離婚のハードルが低いのかもしれないですよね。そうですね。でも、そうなんですよね。意外と東京は結構割とその結婚するのも遅いけど、割と離婚率も意外と低いんですね。でも東京そうですね。多分東京そうですね。上位の方には入ってきてなかったと思うので、そうですね。なんかやっぱ地方に行くと本当早いような気がしますね。結婚するのも早いし、多分結婚するのが早いから離婚率上がるのかなっていう気は。なるほど。いろいろな見方があると思うんですよ。多分離婚率専門家なんであれですけど、その、いや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 、あの、本当に喧嘩別れとかもあるかもしれないですけど、もう一周して子育ても終わって、じゃあもう第二の人生かって思う人も多分いるとは思うんですよ。本当にワクワクして。そうですよね。はい。熟年離婚のね、お話もよく聞くので、はいはい、まあ、そこで一旦子育てが終わって2人でじゃあ生きていくのってなった時にあれって思う方もね、多いなっていう印象はご相談伺ってては思います。あ、でも実際あのやっぱり地方は結構熟年離婚というよりも結構早いのかなっていう僕の勝手な想像ですけど、やっぱり都心部に行くと熟年離婚が多いのかなって勝手に思うそういうわけじゃないですか。どうなんですかね。ちょっとそこは分かんないですけれども、でも確かに、まあ、早子に結婚したら、また多分、でも、若い頃と自分ってやっぱどんどん成長するので、例えば20代のすごい若い時結婚しちゃしていいんですよ、失礼して。でもやっぱ30代、40代になって自分の考えとか、すごいもうちょっと変わってきた時に、パートナーに対する考え方も変わっていくっていうのはあると思います。でもそういうのは無理しないのが一番だと私は思いますけどね。その時々で。はいはい、なるほど。自分の幸せな道をっていうのを願ってます。あの離婚は決して不幸なものではなく、ハッピーなためにするので。はい、そうですね。結婚した人もこれを機にですね。ハッピーな離婚。はい。ハッピーな結婚しましょうっていうことですね。そうですね。結婚はハッピーなのか、もともと。結婚はもちろんハッピーです。そっか、はい、はい、はい、ということで、はい、残りもう少なくなってきたんで、うん、工藤さん、ね、はい、手相コーナーということで本日は、はい、わかりました。じゃあ今日手相コーナーもう一番メジャーな生命線取り上げます。はい、今がご存知かと思いますが、親指と人差し指の間から伸びる、こう下に伸びる線ですね。はい、まあこれ、まあ、長ければね、寿命が長いとかも言われますけれども、あんまり長さは気にしないで大丈夫です。こう、濃く出てるとか、そうするとちょっとエネルギーが強いとか、あのちょっと薄いと、あの、もう疲れやすかったりとか、いうのがあると思います。はい、で、私、そうなんですけれども、二重生命線なんですよ。あの、生命線が2つあるやつ。はいはいはい、そうすると、めっちゃ元気らしいです。元気なんだ。エネルギーあるみたいです。高橋さん、いかがですか？いや、ちょっとよくわかんないですね。これ、どうなんだろう。どうなんだろう。ああ、でも、恋からいいんじゃないですか？恋から元気なんですかね。恋から元気、元気。はい。パワーあります。はい、もう、元気だけが取り柄なんで。素晴らしい。一番です。はい、はい。では、そろそろお時間になりました。はい、はい、皆さん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。この番組は、はい、毎週日曜日の夜8時から、放送してますので、ぜひ来週もまたご視聴お願いできればと思います。はい、お待ちしております。はい、皆さん楽しい1週間を過ごしてくださいね。はい、おやすみなさい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。